や最近すっかりレクサスも新型新世代の車両が増えてきましたね。一文字のテールを見ると、あ、次の世代のレクサスだなって思います。こういうのも気にならないんですもんね。まあ、僕の場合はなんていうんですかね、もう車買ったらもうそのまま乗り潰す気でいるので、もう新しいの出ても、まあどんな機能があるのか、どんな機能ついてるのかなとか見る、まあ興味はありますけど、買い替えようって気にはならないですね。なんかの表示でスイッチが入っちゃったら買い替えちゃう かもしれないですけど、まあ、今のところ買い替えるっていう気は起きないんですね。どっちかというとお金ってなんていうんですかね、僕今までスティマとか、まあ、今 RX 乗ってますけど現金で払っちゃってるんですよね。なんか現金は極力投資に回して、まあ今金利安いからローンとかにしとけばよかったのかなとも思ってます。まあそれ人それぞれの考えだから何が最適解っていうのは分かんないですけどまあ今日も今からトヨタにエステマ点検に出しに行くんですけど、まあそこでも新しい車、まあいろいろあると思うんですけど、まあこのエステマももう全然壊れないですからね。まあ、まあバッテリー上がって、まあ今日はオルタネーターもちょっと見てもらう予定なんですけど、子供が車内の電気つけっぱなしにしてたのが原因なんで、基本的にまあオルタネーター壊れてないと思うんですよね。この車もう15年くらい経ってるんじゃないですかね。もう正直ちょっとだんだん年数もう分かんなくなってきちゃってるんですけど、全然ガタなくてですね、まあ、足回りは1回全部交換してあるので、 TRD のちょっと固めな足回りに交換してるんですけど、まあそれ以外で大きな交換はしてない。ああ、この2AZFE というエンジンはオイルが減るっていう症状持ちのエンジンで、オーバーホールしてもらったことがあるんですね。で、その対策してもらうためのその時にウォーターポンプ、少しだけ調子悪かったみたいで交換してもらってます。それくらいしか大きな部品の交換ってしてないんですよ。ああ、エアフローメーターの交換はしてますね。これは僕が予防的にしました、してもらいました。自分じゃできないです、はい、で燃費も8キロくらい走ってで、まあ、全然調子いいんですよね。全く不安なく乗れてる状態なので、このエステマに関してもさすがにどっか壊れてきたりとか大きな金額がかかるような故障とか発生したら買い替えも考えるかもしれないんですけど、このエステマに関してはまだ持っていきたいなって思ってます。 RX に関しましては元の値段が高かったんで、まあ故障しても直して乗り潰すつもりです。なんでハイブリッド車なんでバッテリーとか交換するのも、まあ、若干覚悟はしてます。この車はガソリン車なんで、もう本当にでっかい
修理、まあ、派生する要素って ないんですけどね。まあ、ハブベアリング、まあ、距離12万キロくらい走ってるんですけど、ハブベアリングとエンジンマウント、あとはまあベルトを回してるプーリー関係が壊れてくるのかななんて思ってるんですけど、まあ、それも大した金額じゃないんでパッと直しちゃえば取れちゃうんでね。エンジン自体が全く問題なく動いてくれれば、まあ乗れるんじゃないですかね。壊れる時ってどんな壊れ方するんですかね。まあ普段メンテナンス、まあ、この車5000キロごとにオイル交換もしてるし、オイル管理はちゃんとしてるつもりです。CVT オイルも交換してるし、うん、こんな感じで定期的にきちっとメンテナンスしてる車ってどんな感じで壊れるのかって僕も想像つかないです。だ家族が乗ってる、普段嫁が乗ってるので、壊れてきたらもう買い替えはするとは思うんですけど、まあ嫁と子供たちがメインになるので、次シエンタとかになっちゃうんですかね。僕はラブ4とかですね、あとヤリスクロスとかにしたいんですけど、きっと嫁は OK してくれないのも思うんですよね。スライドドアの方が使い勝手がいいっていうのが分かってるので、メインで乗るのが嫁なので、嫁の意思を尊重した車にしてあげないとかわいそうなので、まあその時はまあそんな感じで選ぶことになると思います。もうすぐでもないか、あと10分ぐらいでトヨタに着きます。結構トヨタ自宅から遠いんですよ。だんだん遠くなっていっちゃって、まあ担当者が転勤して、それに合わせて僕も長い付き合いなので、まあ担当者が移動するたびにその店舗に預けるよう、まあ、出すようにはしてるんですけど、ちょっと遠すぎですよね正直。今3月の9日なんですけど、今まだ冬用タイヤを装着してます。まあ昨日も雪降って私の自宅のあたり積もってましたからね。まあ4月下旬ぐらいまではこのまま冬タイヤのまま過ごそうかと思ってます。夏タイヤの方はもう4年くらい経過してるんですけど、
山は全然あるんですけど、ディーラーから交換した方がいいですよって言われてるんですね。どう思いますか？年数経ってると硬くなって製造距離が伸びますよだっけな、なんか言われて交換勧められてるんですけど、あれだけ山があって交換するのもったいないなっていう気もしないでもないんですけどね。なので僕は渋って交換しないでまだノーマルタイヤそのままつけてます。使ってますまあこの夏どのくらい山が減ってるか見て、僕はタイヤはオートバックスでいつも買ってます。ディーラーで提示される値段とか値段と比べてオートバックスが一番安い、まあ、僕の経験ではもっと安いところ他にあるかもしれないんですけど、ネットで買ってなんかどっかでつけるとかそういうのってめんどくさいんで、どっかの店舗で行って選んで交換っていうのが一番ベターなんで。で RX に関してはオールシーズンタイヤ考えてたんですけど、どうもオールシーズンタイヤコスパがあんまり良くないそうなんですね。ちょっとそれも悩んでます。 RX 4年、あれももう4年かな、タイヤ新しいタイヤになって4年経過してるんですけど、そろそろ結構走ってるんですよね、あの RX。 皆さん健康年齢って何歳までだと思います？僕今もう50過ぎてるんですけど、まあ、来週大学病院で手術受けるんですよね。まあ病理検査その後して悪性だったら、健康年齢終わるのかなっていうふうにも思ってますけど、そういう意味ではまあエクサス RX 買って最後にいい車の乗れてよかったなって思ってます。まあ良性だったらまだまだ乗れるんですけどね。そういう意味では元気なうちに自分の好きなことってした方が本当にいいっすよ。いつ急に病気になっちゃうか分かんないですもんね。ここ D1 の車が止まってるんですよね、そこ。もうすぐトヨタに着きます。じゃあ今日はこれから半年点検とオイル交換、エレメント交換、あとバッテリーの方のオルタネーターの点検もしてもらいたいと思ってます。あと新しい車あったら、面白そうなのがあったらちょっとこうかな。じゃあありがとうございました。